はい、皆さんおはようございます。ヤバイゼマイズル森本隆ならこう変える、今日は2021年の4月の5日です。はい、今日はですね、あいにくの雨模様で、まあ本当に朝からこうジメッとして、あまりちょっといい感じじゃないんですけれども、はい、頑張っていきましょう。はい、散髪しました。はい、ちょっとね、今まで頭ボサボサでしたけれどもですね、やっと散髪に行く時間が取れまして、土曜日散髪に行ってまいりました。はい、同級生のお店が自宅の近くっていうか、まあちょっと行ったところにあるんでですね、そちらでちょっといつもお世話になってるんですけれども、まあ頭パンパンで、もっと早く切れよっていうふうに言われました。はい、やっぱりね、動画撮ってるのに、まあちょっと頭ボサボサはあかんなっていうふうに思って反省しております。前散髪行ったのが12月やったんで、4ヶ月ぶりなんですよ。で、まあ、2月ぐらいに切りに行くつもりだったんですけれども、まあそこから本当に長男の受験で土日とかずっとなんか出ずっぱりやったんでですね、あとなんかこうイベントとか頼まれることがあって、まあ、ずっと行けなかった。やっとようやく散髪に行けて、かなりすっきりしました。はい、切り戻しっていうやつなんで、ちょっと髪の毛長いとですね、なんか髪の毛がだらーっとして細く弱っていく気がするんでですね、やっぱたまに髪の毛切ってあげないと髪にもあかんのかなというふうに思ってます。植物も結構切ってあげるとどん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 元気になるんで、髪の毛も、はい、切ると多分元気になると思いますんで、これからちょっと夏に向けて暑いんで、もうちょっとちゃんとしっかり散髪に行くようにはしたいというふうに思ってます。はい、それでは今日はフリートークで始めたいと思います。この間ですね、まあ舞鶴の雑誌があるんですよ。まあ政治のことがよく載ってる、まあ、政治の裏ネタとかがたくさん載ってるコモンズっていう雑誌なんですけれども、これまた出ました。はい、いつもありがとうございます。はい、でまあこれに書いてあるんですけれども、まあ私市長のリコールやってるんですけれどもね、あれちょっとすいません、一旦やっぱりもう正式に停止っていうことにしたいというふうに思います。はい、申し訳ございませんでした。でこれはまあなんで停止かっていうと、もうやっぱねコロナですわ。もうコロナでやっぱ人が集まれへんっていうのがまあ一番で、でもう一つが愛知のリコールの問題ですよね。はい、あれがまあ、私らが始めるよりもちょっと先に始まってて、まあ、あれも感じよさそうやったし、あれをちょっとこう参考にしてずっとやっていったらいいなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ手たらくっていうのかな、愛知のリコールがまあとんでもないことになってる、署名が偽造やったっていうふうなことになってるんでですね、まあ問題もあってちょっとリコールには手を出されへんなっていうふうな感じになっております。ただただリコールを諦めたわけではないんですよね。はい、まあそれはまあ今後もちゃんと継続していくんですけれども、やっぱりその作戦をもう一回練り直さなきゃいけないなっていうのと、やっぱりその参考にできるリコールがないっていうのがちょっとやっぱ大きなところですし、まあ当面はこの動画で頑張っていきたいというふうに思っております。はい、リコールじゃなくても直接ね、そのまあこう法的にこう ちゃんとその法的にそのなんていうかな、認められた、まあ、リコールっていう手段、非常にハードルが高いっていうのが今回、まあ、ちょっとやってみて分かりました。はい、でなかなかもう本当にやっぱそれたくさんの人の協力が必要なんですけれども、やっぱコロナによって人が集まれない、でどうしてもやっぱり年齢層高い人にお願いすることになるんで、やっぱりちょっとその感染予防っていう点でもやっぱり本当にやっぱ人が集まれないんで、ちょっとすいません、すごく心苦しいですけれども、まあリコール運動っていうのはまあ一旦停止なんで、あくまでも、はい、まだ市長の任期まで2年、
ぐらいありますのでですね、まあ、それまでに何らかのこのダメージを与えていくようにやっていければいいかなというふうに思っております。で、まあ、あの僕がそのまあリコールを始めたのは、まあ、あの目標としてはやっぱ畳市長の首を取るっていうのが目標なんですけれども、まあ、それはまああの目標であって目的ではないんですよ。あの僕の目的は舞鶴をなんか昔みたいに良かった街にしたいんですよ、うん、みんなもっと舞鶴住んでて幸せやったでしょ。その幸せやったのがなんか今あかんことになってる。でこのなんか昔みたいなこの良かった街を取り戻したいんですよ。やっぱりね、世の中がやっぱりコロナだとかあの経済的とか財政的とかに不安な社会で、まあ日本全体がこうガクッと下がってるんですけれども、やっぱりなんかその舞鶴に住んでてよかったなとか舞鶴に住んでて幸せだなと思うような街にしたいんです。でそれはまあ決して別になんかあの市民のこの満足度を上げるっていうのはまた違うんですけれども、まあ単純にその幸せにしたいなと、市民が幸せになる、市民が舞鶴市民であることを誇れる街にしたいなというふうに思って活動をしております。はい。で、まあ、私は今の舞鶴市政ではそれはできないっていうふうに思ってます。まあいろんな考え方があるんでね、あの私はそう思ってるっていうだけの話なんですけれども、うん、今ほらあのミャンマーの、 あの軍事政権のクーデターの話があるじゃないですか。ミャンマーってやっぱ結構あの国外に出稼ぎに行かれる方ってすごく多いんですけれども、やっぱりそれはで、まあ、ミャンマーで住んでる人たちも戦ってますけど、ミャンマーのから外に出た人たちも一生懸命悩んでこの今の軍事政権からあの民主主義を取り戻そうと思って頑張ってはるんですよ。でそれはなんか旗から見てたらやっぱミャンマーの方ってそんな軍事政権でクーデターを起こすような国なんてもう国外に出たんだからほっときゃいいやっていうふうに思う人もおるかもしれませんけど、やっぱりそんな国でもやっぱ自分の国を愛するっていう人たちがたくさんいてて、やっぱりミャンマーのこの独立運動っていうかの民主主義を取り戻す運動を頑張ってはるんで、あのまあそれと一緒でですね、まあ僕なんかも舞鶴のことクソみそに言うてますけどクソみそに言うてますけど、やっぱり舞鶴が好きで舞鶴なんとかしたいなと思ってやってるんでですね、はい、別に舞鶴が嫌いなわけでもなんでもないです。はい、なんか舞鶴ええ感じにしたいんですよ、ほんまに。うん、もう多分一番当てはまる言葉っていうのは舞鶴に住む人たちがみんな幸福になってほしいっていうふうに思っております。はい。でそのためにはいろんな手を使って頑張ってやっていこうかなと。はい。でそのためのまあリコールも手段の一つだったんで、はい、で畳市長を倒すっていうのはもう本当に目標じゃあるけども別に目的ではない。まあぶっちゃけあの畳さんなんかどうでもいいんですよ。まあ、だから逆にその畳市長を倒したところでこの舞鶴全体のこの雰囲気を変えなければみんな幸福にはなれないんで、そのためのこう雰囲気を作っていくのが僕の務めかなというふうに思っております。はい。でなかなかねこういったことをするのはすごくやっぱ恥ずかしいし勇気もいるし難しいし、なかなかその簡単にはできへん、すごく無駄に終わるんじゃないかなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますけど、僕はもう全然それができると思って確信してやってるんで、うん、全然へこたれてるわけでもなく、はい、あの前を向いてこの着実に進んでいってるなっていうふうに私は思います。割と僕はあの直球バン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 投げてますけど、実はそうじゃなくてですね、
割といろんななんかあのカーブやらフォークやらスライダーやらいろいろ投げてるんで、はい、それはやっぱりあのこの活動を舞鶴をええ感じの街にしたいと思うために、まあ本当にあのいろんなってさまざまなって ありとあらゆる手を使って今やっております。はい。でまあそのリコールに匹敵する次の手やと思って、まあずっとやってたのがこの動画なんですよ。で動画もまあ割とたくさん数増やしていってますし、やっぱ徐々にやっぱ見えて見てもらってる人も増えてます。はい。動画見たよっていう人がまあほんまに増えてるんでですね、やっぱ見てくれたやっぱりこの舞鶴をええ感じにするために頑張ってる人が一人おるんやって思ってもらえるだけでも、やっぱり舞鶴の社会全体が変わっていくきっかけになると思うんですよ。まあ本当にアンチの人も結構、まあ森本隆アンチの人もたくさんいてるんですけれども、まあアンチはまあ別にアンチでいいんですけどね、やっぱりこういった風に舞鶴をいい感じにしようと思って頑張ってる人間がいるっていうことが、少しでもこの舞鶴の人たちに知ってもらうことでやっぱ少しずつ変えていくんでですね、はい、まあアンチの人たちも生で温かい目で見守っていってくださいませんでしょうか。はい。そんな感じでフリートーク、今回のフリートークこれで終わりにしたいというふうに思います。はい。今までちょっと長すぎたんで、やっぱちょっと短い動画をポン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 撮っていくような感じでやっていきたいと思って、ちょっと作戦変更で随時こう微修正をかけていってますんで、はい、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。はい。それでは。